千年に一人の美少女とネットを中心に話題となってから数多くの大手企業の CM に出演、ドラマ、映画など数々のヒット作に出演し幅広く活躍。橋本さん、今つけていただいておりますネックレス、はい、イヤリング、ブレスレット、指輪すべて、はい、ナディアという高級ジュエリーブランドということでございますが、はい、特にこの一番目立つのがそのネックレス、非常にカラフルですよね、はい、26カラット以上のサファイアと16カラット以上のダイヤモンドを贅沢に使った一点物ということでございますが、今つけている感想などはいかがでしょうか。すごく緊張しますね。本当にずっしりしていて、本日こう受賞させていただいて、この受賞式に来させていただくってなって、このジュエリーを見た時にやっぱりカラフルな色合いが本当に一番に目についてすごく素敵だなと思っていて、私昨年王様に捧ぐ薬指という作品に出させていただいたんですけども、そこでもナディアさんのジュエリーを着用させていただいたので、すごく縁を感じて本日ありがたいなと思いながら、つけさせていただいてます。非常にお似合いだと思いますがご自身の、はい、思い出のジュエリーであったり、もしくはこう普段からよくつけているジュエリーであったり、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、ジュエリーとても大好きなんですけども、やっぱりこのハイジュエリーとかってこうそこまでこう自信がないというか、そのジュエリーに見合う女性になれたらいいなという思いはすごくずっとあって、こう人としての余裕であったりだとか、すごく私自身やっぱり尊敬する皆さん、お仕事されている先輩方であったりだとか、そういった皆さんを見ていて、やっぱり余裕のある女性って素敵だなと思うので、こうそういったジュエリーが似合う女性になれたらいいなっていうのは日々思っております。これまでご自身の中で思い出のジュエリーなどはございますか。そうですね、私も本当に小さい頃からこうキラキラしたものとか、本当にジュエリーがやっぱり大好きだったので、私自身もこのお仕事始めてからジュエリーをちょっとプロデュースさせていただいたり、本当にこう小さい頃からの夢といいますか、そういったものが叶ったことにもすごくこう何か意味があるのかなと思って、すごくなのでこのジュエリーの良さというのを私もこれから自分自身もそうですけども、たくさんの方に広めていけたらいいなと思います。今お話にもありましたが、ジュエリーのプロデュース、またデザインなどもされているということで、はい、そのあたりのお話を伺いたいんですが。ありがとうございます。いかがですか。そうですね、私自身も自分がこういうのあったらいいなとか、こういうのを身につけてもらいたいなとか、男女問わずたくさん日々考えているんですけれども、やっぱりそう自分の好きなことを考えている時間ってすごく楽しいですし、それをこう手に取ってつけてくださる人のことを考えながら作っていると、なんかさらにこうジュエリーの良さというか素晴らしさっていうのを作りながらも実感できるので、すごく今は楽しく作らせていただいております。はい、そういったデザインのこう発想であったり、アイデアみたいなところっていうのは、はい、どういうふうにこう降りてくるんですか。そうですね、結構日常の中で私は結構なんかインテリアとか見てて、なんかこういう模様とかこういうなんかインテリアの形とかなんか気になったものがあったら、こういうのアクセサリーとかジュエリーになんかこうつなげられないかなってちょっと思って、そこから一緒にジュエリーを作ってくださる方々と提案しながら日々作らせてもらってます。指輪なんですけども、10カラットのルビーと周りにダイヤモンドをあしらった指輪ということで、はい、ちょっとお値段がですね2億5000万円ということでございますが、はい、めぐみさん、今つけているご気分はいかがでしょうか。欲しいですねシンプルに欲しいです。はい、大変普段からジュエリーは好きで、まあ、何か大きなお仕事が終わったりとかですね、まあ、自分の今の気持ちを忘れたくないようなタイミングで購入することがあるんですけれども、まあ、このような華やかなジュエリーは生まれて初めてつけさせていただきましたので、背筋が伸びる思いと、やはり
もうキャーっていう女性としての大きな喜び、幸福感、そういったところを感じさせていただきました。はい。これまでご自身の中で思い出のジュエリーであったり、普段もしくはこうよく身につけているジュエリーであったり、そのあたりはいかがでしょうか。はい、40歳になった時にですね、初めてジュエリーを作ったことがありまして、で天然のダイヤモンドをですね、何個か選ばせていただいて、そのうちの一つがですね、私がすごく月モチーフが好きでですね、で月にすごく近い形の、天然のダイヤモンドがあって、そちらを少しカスタマイズをしてピアスを作ったんですね。それは大変自分の中で思い出深いジュエリーですし、何か特別な場所に行ったりとか、少し大切な場所に行くときとかにお守りのようにつけてますね。はい、それはとても思い出深いジュエリーです。今身につけていただいているネックレス、指輪、イヤリング3つともイタリアのハイジュエリーブランドスカビアの商品ということなんですが、はい、こちらの指輪皆様にちょっとお見せいただきたいんですが、非常に独創的なデザインなんですけども、はい、でまたネックレスもですね、こちら名前がありまして、ポリネシアの夕暮れと名付けられた真珠のネックレスで、完璧なまでに美しく配置されました彩り豊かなパールとダイヤモンドは、夕暮れの海に反射する夕日のきらめきを彷彿させるということでございますが、篠田さんいかがでしょうか。今身につけていただいて、いや本当にポリネシアの夕暮れの海のところにいるような気持ちになるくらい、本当にパールと、それからなんていうんですかね、ダイヤモンドが散りばめられた素敵な輝きに支えられて、ちょっと今日立ってられるという感じです。はい。これまでのご自身の中で思い出のジュエリーであったり、普段よく身につけているジュエリーなどはございますか。基本的にジュエリーってあんまりつけることが機会がなくて、お仕事の時とかはよくつけることは多いんですけれども、ただここまですごい高級な高価なジュエリーは2007年以来つけてないです。というのは2007年ぶりにまたこのような賞をいただいて、本当に光栄に思っております。ありがとうございます。瀬戸康史と申します。そうですね、パール男子の、代表という、ことで本日来ています。そうですね、このパール見ていただくとすごく馴染んでるんですけど、単体で見ると本当に存在感があってとっても素敵なんですね。なのに服と合わせるとこんなに馴染むっていうのに今とってもびっくりしています。すでにパール男子だったんですね、瀬戸さんは。あ、今先ほどなりました。なりましたか。ありがとうございます。はい、どうでしょう、今までの思い出のジュエリーであったり、普段よく身につけているジュエリーであったりっていうのは。僕自身は普段、積極的にというかあまりジュエリーを身につける方ではないんですけれども、思い出といえば、母がそれこそパールの、ジュエリー身につけていまして、普段あんまりそういうことをしない母が、ジュエリーを身につけた瞬間にこうパッと輝いて見えるっていうのを子供の時によく見ていました。で今日、僕がこうやってまたパールを身につけてここに今いるっていうのを、本当運命みたいな感じがしています。こちらそれぞれ貴重なピンクダイヤが使われております。皆さんにもご覧いただきたいと思うんですが、こちらがなんと一粒11カラットの貴重なピンクダイヤを使った指輪ということで、お値段が3億円でございます。非常に豪華なジュエリーつけていただいていますが、今表情も変わりましたけども、ナムさんどうでしょう。ちょっと恥ずかしいんですが、ちょっと手の震えが止まりません3億円のジュエリーをつけたのは初めてなので、緊張してるんですけども、でも本当に本当にこんな機会なかなかないので、すごく嬉しく思います。やっぱりこう緊張感ありますか。緊張感めちゃくちゃありますね。あとさっきのちょっとグータッチも軽滑りしたのでその震えかもしれません。今滑ってはないですよ別に。いや滑ってましたよね、はい、滑ってはなかったと思いますよ。誰一人笑ってなかったんですけど。いやいや、はいはい、全然大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。よかったです。どうでしょう、ご自身の中で思い出のジュエリーであったり。はい、そうですね、はい、
私もジュエリーすごい好きで、はい、いろいろ買ったりとかするんですけども、やっぱりこう海外に行くようになってから日本のものがすごい好きになりまして、和柄のなので、鶴の、ダイヤの鶴だったりとか、亀だったりとかっていう和柄のジュエリーをつけることも多くなりまして、それが今一番のお気に入りです。また、今ニューヨークにいらっしゃいますが、はい、海外の方はこうジュエリーに対しての思いとか使い方とかって、はい、日本の方と全くちょっと違ったりするんですかね。結構、今日みたいな、すごい素敵な大ぶりのダイヤっていうのをカジュアルにはつけないですけど、でも結構ニューヨーカーの方々も皆さんもう T シャツにデニムにもうジュエリーみたいなのが結構当たり前みたいな感じなので、なので私も普段はカジュアルな格好に合わせてやることが多いですね。それが結構ニューヨークスタイルかもしれないですね。それでは初めに後方のテレビカメラからお願いいたします。まず右手後方に視線をお願いいたします。右手後方よろしくお願いいたします。では続いて左手後方よろしくお願いいたします。では最後に真ん中後方お願いいたします。ありがとうございます。では続いて前方スチールカメラの方に視線をお願いいたします。前から2列のスチールの方よろしくお願いいたします。では続いて3列目4列目の方よろしくお願いいたします。では続いて5列目、6列目の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では最後に中央オフィシャルカメラに向かって視線をお願いいたします。